園崎美恵の湯上がり一番。日本全国そして世界の湯上がの皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。園崎美恵です。新年明けまして第1回目の更新、2024年1月13日第38回目の園崎美恵の湯上がり一番でございます。さあ、カレンダー通りだととても短い冬休みだったかと思いますけれども、以前なら1月15日だった成人の日も気がつけばとっくに終わってしまっていて、早くも1月も折り返しに差し掛かってきておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年は年明け早々に本当に大変な出来事が起きまして、もう正直気が気でないお正月だったんですけれども、まだまだ大変な状況が続く中かと思いますが、被災した地域の皆様には一日も早く日常が戻ることを願ってやみません。私たちはね、できることをできるだけやれる範囲で精一杯やっていこうと思っています。この番組は私園崎美恵がお湯に関することや関しないことをただただのんびりとおしゃべりする30分の音声番組です。園崎美恵の湯上がり一番、今月も最後まで湯上がっていこう。ということで始まりました、園崎美恵の湯上がり一番でございますけれども、毎月2週目土曜日の更新ということなんで、今月はね1月始まってから13日という一月ほとんど半分終わりかけてるぐらいに更新となりましたけれども、そんな中皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、お便り頂戴しておりますのでご紹介いたしましょう。園崎さん、明けましてこん一番。こん一番、湯上がりネーム篠博士です。いつもありがとう。今年のお正月も恒例にしている西伊豆の松崎温泉に行ってきました。テレビをつけると暗いニュースばかり流れる中ではありましたが、ゆっくり温泉に入って美味しいものを食べてしっかり太ってきました。いいと思います。それだけで済めばよかったんですが、帰宅日に自家用車のタイヤをパンクさせてレッカーに来てもらったり、ホテルに薬を置き忘れて中伊豆から西伊豆まで戻ったりと、ありえないポカミスが連発。今年は翻訳、なるほど厄年は侮っちゃいけないと思った次第です。ではでは、災害復旧が進むことを祈りつつ、園崎さんにとってもいい年になりますようにといただきました。ありがとうございます。伊豆行ってないな。昔は家族とよく休みになると伊豆の温泉旅館に泊まりに行ったりもしたもんですけれども、いろんな風情ある旅館もたくさん立ち並んでおりますし、またちょっと車もね、昨年買ったばかりなので久しぶりにあっちの方も行ってみたいななんて思っていますけれども、厄年かね。厄年私もありましたけれども、もともとねガタが来やすい年齢になりますよっていうので設定されたものだというふうに聞いておりますけれども、厄年って聞くとなかなかねこういい気分にはならんよね。でも我々役者はね、厄年っていうとこう厄落としをせずにご祈祷しないみたいなことがあるんですけれども、私の厄年どうだったかな、なんかいろいろあった気はしますけれども、何かを生み出すと厄が好転するみたいなお話があるそうで、ちょうどその頃アルバムのレコーディングとかやってたと思います。はい、車のパンクはなかなかヘビーかと思いますが、運転はくれぐれもお気をつけて、日々の暮らしもどうぞお気をつけて。さあ、続いてのお便りです。湯上がりネームシュタさんからいただきました。園崎さん、新年明けましてこん一番。こん一番、今年もよろしくお願いします。こちらこそ。今年のお正月は姉夫婦が娘を連れて遊びに来てくれました。私にとっては初めての甥っ子で、新年早々大はしゃぎしてしまいました。
また今まで話せなかった義理のお兄さんがデレデレしながら娘をあやす姿を見て、この人にはこんなお茶目な一面があったんだなと思い、ほっこりしました。園崎さんは新年をどのように過ごされましたか、といただきました。ありがとうございます。私の新年はですね、毎年恒例お正月2日に私の実家に集まって、親族すき焼き会をするっていうのが毎年の、お約束になっておりましてですね、今年も恒例通り私が肉を買ってひたすらすき焼きをやるっていうお正月を過ごしました。今年はですね、兄と母の、お兄さんの方のいとこ姉妹が2人いるんですけれども、その2人も来ていただいて、えらい賑やかなお正月だったんですよね。気がついたらもう12時過ぎていて、なんかそれからね、ちょっとお正月ちょっと昼夜逆転生活みたいになっちゃっててですね、よろしくないなと思ってるんですけれども、なかなかコロナ禍もあって新年どうするみたいなのがあったんですけど、こう換気をしつつ今までなんとなくこじんまりとやってたんですけど、今年はそうやってちょっと人数が増えてね、だいぶにぎにぎしいお正月を過ごしたんですけれども、とにかく健康で一年の始まりにそうやって集まれるっていうのが本当に何よりだななんていうのをしみじみと、思ってる次第なんですけれども、まあお正月三が日がね、何かとこう世の中大変だったじゃないですか。いや正直なところなんだかんだやっぱりこうニュースとか SNS とか見てるともうどんどん辛くなってきちゃうのね。まあそんな中でもちょっと自分ができることは何だろうみたいなことを考えたり、ちょっとでも何かプラスになることはないかなっていう、何かできることはないかなみたいなことを考えていたんですけど、だからね、なんかちょっと精神衛生あまりよろしくなかったな、お正月。とにかくね、そういう時は美味しいもの食べてよく寝て日光をちゃんと浴びるっていう最低限のことはしないとね、健康は保てませんので、ひたすらこう用意していたおせちとお雑煮を食べて、本当にね何もしないみたいなお正月を過ごしていましたね。あとはまあでもちょっと散歩に行ったりとかっていうのはしてたけど、そんなお正月でした。年末にね、親知らずを抜いたんですよ、私。親知らずまだ残ってたんですかっていう話もなんかあるんですけど、親知らず4本あるじゃない、そのうちの3本はもうほんとね、20代の頃に早々に抜いちゃってたんですけれども、1本だけ残ってたやつが歯茎から出てきていなくて、で当時抜くんだったらまあいわゆる口腔外科で切開して抜かないといけないねっていう話だったんですけど、まあそれからちょっといろいろ顎を怪我したりだとかなんだなかんだのがありまして、親知らず抜いてる場合じゃないねっていうことになって、でそうこうしているうちに仕事を始めてしまって、仕事を忙しくなってきちゃったもんですから、なかなかその親知らず抜くタイミングっていうのがなかったわけですよ。でそうやって置いておきましたらですね、人間不思議なもんですね、親知らず伸びてくんの。びっくりですよ。でまあそんなんで、今まで完全に歯茎の中に埋没していた親知らずがですね、きっちり綺麗に生えてきまして、この後に及んでよ、ほんと。でまあ別に支障がなければそのまま置いておいてもいいっちゃいいんだけれども、残念ながらその1本だけ残ってる親知らずっていうのはどうしてもその噛む相手方もいないし、で反対側に歯もいないもんだから、咀嚼をしている間にだんだん前に他の歯を押してきちゃうんですね。まあそんなこともあって、ちょっと歯並びに影響が出てきそうだなっていうんで、大きな影響が出る前に歯を抜いてしまおう、じゃあいつ抜くっていうので、やっぱり年末ぐらいしかないわけですよ。そんなわけで、年末年始結構まとまってきちんとお休みをいただきまして、親知らず抜いてきたんですけれども、親知らず抜くタイミングって難しくって、すっごい大きく腫れるかもしれないし、これってまあちょっとやってみないとわかんないじゃない。なので昨年のその仕事が収まってからっていうので、抜いたんです。
ですけど、割とこう昨年の仕事終わり早めに設定してたんですよ。毎週あるレギュラーも最終の週はもう本当に年末に差し掛かってきてるからどうするっていうので、じゃあ収録やめましょうなんていうので、レギュラーもそこお休みだったりしたんですだもんで、結構早めに予約取ってたんですけれども、なんだかんだこう年内に収録を収めてしまいたいだったりとか、リテイクが出たりとかですね、いろんなことがあって、結局年末押し迫ったところで親知らず抜いて冬休み入ったんですけど、いやー、最新の技術すごいなって思うのは、他の3本抜いた時で一番大変だったのでね、1時間ぐらいかかったんですよ、親知らず抜くの。大の大人がやっとこのようなものを持ってよいしょよいしょ歯を抜くわけですよ。で、前に一番最後に親知らずを抜いた時はもうね、25分ぐらいそのずっと引っ張られる感覚があって、歯科医の先生がすごい大きな一息をついて、お、抜けたかなと思ったら、あ、今半分ぐらいですねって言われて、まだこれあと半分やんのかっていうので、すごくこうげんなりしながら歯を抜いてた。あの、歯が痛いっていうよりか、開けてる顎の方が痛くなってきちゃって、そんな辛さがあったのを覚えてたんですけれども、いやー、今あの歯を抜く機械っていうのがあるんでしょ。それですごいまっすぐ綺麗に抜くんですってね。まあ、それはあの歯がちゃんと生えていればっていう話らしいんですけれども、幸いなことにその長らく置いといたせいもあって、歯がすごくまっすぐ綺麗に生えていて、親知らずの歯の根っこっていうのはだいたい、なんていうの、足が4本出てて、こうイカみたいに足が広がっているものなんですけれども、私の最後に残された親知らず、その足がちょっとすぼまってまして、結構抜きやすかったらしいんですよ。そんなんでね、あの麻酔が効いてくる時間よりも歯抜く時間の方が短くて、すっごいビビって、もうなんかもう、うわー、これから私親知らず抜くんですよ、もうなんかもう正直もうマジ緊張してますみたいなことをいろんな人にこう言いふらかしていたんですけど、いざ抜いてみたらあっという間に抜けてしまって、ちょっと拍子抜けというか、でその後の予後もあのそんなに腫れずに済みましてですね、美味しくお正月もお雑煮だの、おせちだの、なすき焼きだのを食べる、ことができてよかったなと思っております。はい。ただ親知らず抜いたことがある人はあのよくよくご存知だと思うんですけれども、親知らず抜いた後のそのさ、穴ぽこにさ、いろんな炭水化物だのおかずだのがさ、咀嚼の間に詰まっていくんだよね。で、夜さ、あのうがいをした時にさ、汚い話なんだけど、その昼間食べたご飯の一部がさ、こうポロッと出てきたりとかするの、わーと思って、早くそれが埋まってくれるといいなと思っている次第でございます。何しろね、声の仕事もそうだけど、人生のうちで歯というのは大事なものでございます。やっぱり食べられないとね、あの人間楽しみも半減しますし、何よりも食は命の基本ですから、そのためにメンテナンスとかね、そういったものも、していくといいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、その歯医者さんそういえば行ってないななんていう方は、歯石を取ったりとか歯をクリーニングしたりとか、そういうことに、ちょっと目を向けて見る一年にもうしていただけたらななんて思います。まあだいぶほっといた私がどの口で言うんだよって話なんですけれども、まあちょっとね、気にして見ていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい。そうそう、その親知らず抜いた後は薬飲んでるから車の運転もできないし、あのお風呂にも入れないんですよ。こう長湯して、あの血行が良くなっちゃうと、やっぱりあの傷口が塞まらないんで、まあ、言うたってね、あの歯抜くっていうのは口の中怪我してるのと同じですから、そんなんでいろいろ行動制限がされまして、運動もダメなわけなんです。で、その間何してたかっていうと、もうここぞとばかりにですね、罪ドラマ、罪漫画などなどをですね、消費する、毎日でございました。いやー、ほんとなんか昔に比べて漫画読むスピード本当に遅くなってて、ちょっとね、ショックですね。結構気になってた映画も見ましたし、もちろんあの自分が出演した映画も見るんですけれども、あとリアタイできなかったシリーズものの自分の出演作とか、歴代ジャッキーチェンの映画をあの見ておりまして、あの頃の吹き替え先輩たち本当に楽しそうにお芝居してるなーなんていうのをしみじみ思った、年末年始でございました。
お便りもいつご紹介しましょう。湯上がりネームケイタさん、園崎さん、新年明けましておめでとうございます。今年も素敵なラジオを楽しみにしております。ありがとう。さて、前回のラジオで僕の投稿を読んでいただいた時に、翌日はコーヒー試験の再試験ですと書かせていただきました。おお、そうだったね。その試験、合格ライン80点、100点満点中90点を取り合格できました。おお、やったね。ひたすら練習に明け暮れ、試験が終わって、あの問題間違ってないかなと悩みながら悶々とする日々を過ごしていましたが、結果通知に認定証申し込みの封筒が入っていたので安心しました。2級は1年間で合格し、1級インストラクターは2年かかりました。長い道のりでしたが、ようやく努力が報われました。お、このコロナ禍全部使ったって感じだな。1級は約1500人ほどしかいません。今回の合格率は 12% と相当狭き門でした。2度目になって恐縮ですが、園崎さんからお褒めの言葉をいただけますでしょうか。おめでとう、ケイタ君。君よくやった、よくやったよ、偉いね。いや、いくつになっても勉強事というのはやっておくといいなと思うんですけれども、そう、あの先だって佐々木希さんとお仕事ご一緒させていただいたんですけれども、その時にいろいろこうお話を伺いまして、一般入試で受験して合格した東大法学部を2020年にご卒業なさったとのことで、その話ご本人も書かれてるんですけれども、興味の向くものには常に意識を向けていて、その知識を広く吸収できるっていうのは、機会があるならばやっていくっていうのは私も見習っていきたいなって思いますね。まあ、そんな私も実は、12月にちょっととある、認定試験がございまして、いや本当に10代20代の頃のメモを取らなくてもほとんど覚えてたっていうあの記憶力が、今あればもっとこういい具合に勉強が進むんだろうなーなんていうふうに思ったりするわけですけど、まあ何はともあれ、いくつになってもいろんなものに興味の目は向けていきたいなと思っている次第でございます。さて、番組では皆さんからのお便り募集しております。ふつおた、各コーナーへのお便りどしどしお待ちしております。ご応募は公式サイトのフォームから。お便り読ませていただいた方の中から抽選で3名様に番組特製のステッカーをプレゼントさせていただいております。皆さんのお便りだけが頼りです。いつもよりちょっと早いタイミングですが、今月の園崎美恵です。ただいま劇場公開中、黒柳徹子さんの同タイトルエッセイをアニメ化した映画窓際のトットちゃん。赤松小学校の先生役で私も声の出演をしています。ぜひご覧ください。1月23日開催、ワイルドスピードザ・シネマ新録版の 4K レストア版完成披露試写会が池袋新聞芸座にて19時開演。こちらにワイスピファミリー楠木大天さん、高橋ひろきさん、海田陽子さんと一緒に登壇いたします。こちらの劇場鑑賞券ですが、ザ・シネマでの募集は終了しましたが、ムービーウォーカーピア映画での募集が1月18日9時59分まで受付です。概要欄にリンクを貼っておきますので、ザ・シネマの方で申し込みしそびれちゃったよ、急に予定が空いたよという方、ぜひぜひ私たちと一緒に第一作目のワイスピを劇場で楽しみましょう。そしてそして、ワイルドスピードザ・シネマ新録版は1月28日21時より洋画専門チャンネルザ・シネマにて独占テレビ放送です。2022年暮れに公開してから驚異のロングランを果たした映画ザ・ファーストスラムダンク、惜しまれつつも終演した劇場上映が1日限りの復活上映。1月23日10時と19時全国各劇場にて上映です。宮城薫役で声の出演をしています。チケットは各映画館公式サイトにて発売中。類まれなる映画体験をぜひご体感ください。トムスエンターテインメント角川サミーが起こるメディアミックスプロジェクトハイカード、オリジナルアニメシーズン2が1月8日より放送中です。引き続きブランディブルーメンタル役で声の出演をいたします。テレビアニメキングダム第5期、1月13日本日この後 NHK 総合にて放送スタートです。引き続き楊端和役で声の出演をいたします。今から150年前近代日本の激動の黎明期を描いた歴史エンターテインメントアニメ明治劇研1874、1月14日より D アニメストア、そして全国無料放送の BS 松竹東急で放送スタートです。中澤琴役で声の出演をいたします。ぜひご覧ください。銀河英雄伝説 D の家テーゼ、1月16日より日本テレビ深夜アニ中の枠で放送が決定しました。
ドミニク・サンピエール役で声の出演をしています。また現在開発中のオンライン戦略シミュレーションゲーム銀河英雄伝説ディ・ノイエサーガのクローズドベータテストも実施されます。現在参加者募集中、こちらもチェックしてください。そして3月9日所沢桜タウンで開催ストライクウィッチーズフィルムコンサート、会場でお会いできます皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。牛めし定食店松屋店内で放送されておりますラジオ風番組おいしさ丸見えチャンネル、今年もスタートしています。お食事中のつかの間のお時間、お耳を拝借いたします。各情報の詳細はそれぞれの公式サイトや公式アカウントをご覧ください。またその崎宮のその他最新の情報は X、旧 Twitter 告知用アカウント SNZK00A1 をご覧ください。以上、今月のその崎宮でした。はい、ということで今年第1回目のお知らせ聞いていただきましたけれども、1月23日ワイスピー第1作目をね、新録で吹き替えしたんですよ、現行メンバーで。ぜひぜひちょっと見ていただきたいので、今からでも応募間に合うので、ぜひお時間ある方はご応募いただけたらと思います。いや、それにしてもね、ザ・ファースト・スラムダンクと同じ日に上映っていうのが本当になんていうか、もう心苦しいというか、私はもう本当はね、スラムダンクを見てほしいんです。あれはね、本当すごい映画だった、劇場で見るからこそ、もしくはもう本当にお家で見るんだったら、もう 5.1 ちゃんのフルスクリーンですごい音響でぜひ見て没入してほしいと思いました。本当ね、映画館で見るべき映画っていうのはね、やっぱり映画館で見てほしいんだよな、そんな気持ちです。はい、せっかくなので映画の話をさせてください。毎年自分の目標の中で1年間のうち1本劇場にかかる作品に出演をするっていうのがあるんですけれども、去年2023年の最後の公開が黒柳徹子さんの窓際のトットちゃんでした。試写も見に行ったんですけれども、年が明けてから母と見に行きましてですね、刊行された当時に母が買ってきて傍らに置いてあったのを私も読んでいて、あの絵柄が好きで岩崎千尋美術館に行ったりとか、すごく思い出と思い入れのある作品のうちの一つだったんですけれども、まさか自分がこういう形で本当に出演させていただける機会を得られるとは思ってなかったので、なんていうかもう本当感無量というか、いろんな作品に出演をさせていただきましたが、こうやって母と共有できる作品に出られたっていうのは本当になんかこう、この仕事をしていた中で大きな転機だったかな、なんていうふうに思っている次第なんですけれども、もうね、本当ちょっといろんな人に見てもらいたいの、あれ。私試写で1回目見た時に全く気がつかなかったことがあって、中身に触れてしまいますが、ちょっとどうしても気になっていた事柄があって、小林先生がなんであんなに泣いたんだろうっていうのが気になってて、で2回目母と見に行った時にものすごい出来事に気がついてしまったんですね。で、アニメーション本当に素敵だなと思うのが、見る側のその意識に合わせて得る印象が違うっていう作品かなっていうふうに思っていて、全てを描かない優しさの中に、それに気がついた人はそれを受け入れられるだけのものがあるだろうっていう、視聴者側への信頼みたいなのを思ってですね、だから試写を見た時にすごい映画を見てしまったなっていう感想しかちょっと言えなくてですね、うちの母とかどう捉えるんだろうななんていうのもちょっと気になったりして、戦争の怖さをもうにじみつつ、初見はとてもハートフルなお話のように見えていたんですけれども、2回目見た時にとあることに気がついてしまって、わかるととても怖い映画なんだなっていうことが分かってですね、ちょっと見てほしいんだよ私はっていう、ただそれだけの、ぜひちょっと見てほしいっていう思いなんですけれども、あんまりいろいろ言っちゃうとね、本当にでも映画っていうのはこう前情報なければないほど絶対楽しめると思ってるから、あんまりなんかこういろんな何かを言いたくはないんですけれども、もし機会がありましたらぜひ見ていただきたいなと思っています。去年は去年で東映動画さんの本気を見て
今年は今年で新鋭動画さんの本気を見ている感じがしています。映画って本当に面白いですね。そんな中一曲聴いていただきたいと思います。園崎美恵の配信中のアルバムの中からドーンプレイス聴いてください。はい、ということでお送りしてまいりました園崎美恵の湯上がり一番、いかがでしたでしょうか。2024年1回目の配信となります。さあ次回配信は2月10日土曜夜10時を予定と言いたいところなんですけれども、来月はですね2月6日風呂の日&2月7日園崎美恵誕生日の記念特番といたしましてですね、昨年やったあれまたやろうと思っております。ですのでね、通常の湯上がり一番は1回お休みをさせていただきます。特番につきましての日程は後日園崎美恵の X 告知アカウントにて発表させていただきますので、どうぞチェックしつつお待ちいただけましたらと思います。ぜひぜひ皆さんもリアルタイムでコメントをお寄せくださいませませ。ぜひお待ちしております。通常の湯上がり一番次回更新は3月9日土曜日夜10時を予定しております。おそらく桜タウン帰りとなりますので、 X での同時公開視聴はございませんのでご了承くださいませ。
それでは次回配信まで皆さんどうぞ元気にお過ごしください。園崎美恵の湯上がり一番、30分のお相手は私、園崎美恵でした。それではまた来月。